やるか。やるか。やるかって、いや、何も言われてないの。何やるの、森進一ゲームやるか。森進一ゲーム飲み込めない。え、あの森進一ゲーム知らねえの。知らねえよ。バックスやってみるか。教えて。何森進一ゲームって。という内容なんですよ。いやいやいや、ここに出たの、ね、今ナレーションベースでやってくれるんだから。そういう内容なんですよ。ね、わかるでしょ。なるほど。そう、一人一人やっていこう。一人一人やるタイプのゲームなんですね。そう、あのけど誰がその森進一をやってるかどうか当てる人をちょっと作んなきゃいけないから。そういうことでしょ。じゃあ例えば俺が前に座ってたら、うん、3人が後ろで森進一です、森進一ですやって、うん、笹釜さんが顔つきでやってたっていうのを当てればいいみたいな。そういうこと、そういうこと、はいはいはい、そうよ。これをちょっと小学校みんなでやってもらうから、ちょっと小学生にこうやってもらおうという、流行らせるね、流行らせようと思う。ちょっと小学生まず森進一知らないと思うんだよ。そういうコンタ、そういうコンタ、その問題が。コンタ、そのコンタ伝わるかどうか分からんけど、まあこのコンタならやってみようか。そういうコンタちょっとやってみようか。なるほど。順番決めてもらって、最初の森進一さんからちょっと出てきてもらっていいですか。じゃあ行きましょう。はい。いや面白い、これなんかもうなんかワクワクするわ。それでは最初の森進一さんお願いします。こんばんは、森進一です。まず誰この人。はい、ありがとうございました。二人目の森進一さんお願いします。こんばんは、森進一です。え、大きすぎ。長っ。ありがとうございます。それじゃあ3人目の森進一さんお願いします。こんばんは、森進一です。はい、ありがとうございました。それでは3人の森進一さん、もう一度出てきてください。はい。いや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 。はい。で、後ろに並んでいただいて。はい。一番最初が、はい。ずんだ。はい。ずんださんだったの？二人目が、笹釜。え？三人目が、サンファンバーティスタ、タカ。一番目と三番目逆だったわ、私。ということですけども、はい、誰が、あのね、満金で顔つきで、森進一をやっていたでしょうか、まっちゃん。あのね、3番目の方がすごい風が来たから全身の揺さぶりは感じたの、うん、だけど多分顔でやってたのは1番というと、ずんだ、ずんださん、ずんだが顔つきで森進一をやっていたか、うん、やってた。じゃあもう一回やってください、ずんださん。いきます。じゃあいきます。こんばんは、あれ森進一です。違うんですよ、ずんだは違うんです。え、じゃあ3番目のあれもサンファンさんですか。サンファンさん、風すんごい来たんだよね、バスサロさん。でもちょっと船だから、ね、船だから。サンファン一回やってみます。やってみます、はい、途中から見る感じだよね、はい、こんばんは、あ、やってる森死にちゃう。これやってるっていうのでいいのかな。やってるっていうことでいいの、これは。これはね、真偽です。上手はちょっとクオリティが低い。これね、まさかの真偽ですよ、これ。真偽ですか。確かに、揺さぶりとか、ちょっとエセ感が強い。うん、結構正解は、はい、3番のサンファン・バウティスタ・タカが、顔つきで森進一をやってました。はい、私が本物の森進一です。風止まりなんだ。もう一回ちょっと一回もう一回してもらって。こんばんは、森進一だ。誰もやってませんでした。残念ながら寄ってたよ。誰もやってませんでした。自信のある
周作さんやってみるとどうなります？森進一を本当に僕やったら多分試しにやるとね、こんばんは森進一でこれですね。ここぐらいいけるよね。ここでしょうね。ここぐらいいけるよね。で最初に見といた方がよかったのかな、最初ね。あっちゃんがね、答えを、うん、こんな顔でやるよっていうのを、こんばんは森進一です。五木ひろしも入ってた五木ひろしだった。五木ひろしはちょっと入ってる。五木ひろしは森進一をやったこのね、なんかね、ここを作ると、うん、ここをね、切ってやろうとするとここもいっちゃう。五木ひろしが近かったね。五木ひろしはちょっと入ってたけども、いや、ずんださんは本人でしょ。でしょう、うん、本人でした。そう、本人ではない。そして残念ながらちょっと今回森進一じゃなかったということで、で皆さんもね、よかったらこの森進一ゲームやってみてください。面白い。じゃあ最後ちょっとあのまっちゃんにちょっと森進一やってもらって終わりにしましょう。はい。はい。まっちゃんって言っちゃった。森進一です。ありがとうございました、牛タンさん。さよなら。バイビー。チャンネル登録お願いします。そして